本日の発表事項は2件となっております。まずは子どもの通院医療費助成の対象年齢拡大についてでございます。それでは所長より概要のご説明をお願いいたします。はい、それでは子どもの医療費助成制度の拡大について、説明をさせていただきます。本市の子ども医療費助成は現在、通院につきましては小学6年生まで、入院につきましては中学3年生まで、助成をしております。今般、子育ての環境および子どもの保健の向上、並びに児童福祉の増進を図るため、通院医療費の助成の対象年齢を中学3年生まで拡大させていただきたいと考えております。そのため本年9月市議会定例会に通院医療費の助成範囲を中学3年生まで拡大する条例改正案と、システム改修をはじめとする準備経費を補正予算として提出させていただきたいと考えております。議会でお認めいただきましたら、令和6年4月から通院医療費助成が現在の小学6年生から入院通院ともに中学3年生まで助成させていただくことになります。年内までに、システム改修をはじめとする必要な準備作業を完了し、令和6年1月中旬頃に対象となる方に申請書をお送りさせていただきたいと考えておりまして、3月末には新しい受給券が全員のお手元に届くようにしたいと考えております。以上です。はい、ありがとうございました。それではただいまの件につきましてご質問をお受けさせていただきます。はい、中日新聞さん。中日新聞渡辺です。はい、お願いいたします。ちょっと複数点お伺いしたいんですが、まず1点目、今回このタイミングでですね、通院、外来医療費助成の対象を広げたその、理由といいますか、きっかけは何だったんでしょうか。はい、多くの市民の皆様からもご要望をいただいてきたところで、もう今回に限らずですね、もうずっと検討の方はさせていただきました。いずれの、要は時期の問題ですよね。どのタイミングで、財政相談してできるのが可能かというところを考えてきたところですが、1年前倒しして本来ですと我々、小学校の医療費助成、そして中学校給食、その後に、この中学校までの医療費無償化という段取りを1年前倒しでしたんですが、やはりちょっと、まず医療費の方を中学校まで上げる方が先だろうという判断を、もう早い段階ではしておったんですが、やはりこれいかんせん医師会や薬剤師会等々の合意がいることでございますので、その辺の合意を得て、今のタイミングで発表させていただいたというところです。ありがとうございます。先日県の方が高校生世代の助成というものを、打ち出しました。それとはそれに踏まえてやる切れ目ない助成をというようなは、それより前から実は検討してて、もうすでにどのタイミングで医師会さんにお願いに行こうかというところを話してたので、たまたまというか、それに県が乗る、県がその次4月からしゃうかどうかというのはまだ分からないですけども、我々としては来年の4月から、中3まで、通院医療費無償化に取り組もうという判断をさせていただいたところです。ありがとうございます。2点目なんですが、ただ予算としては毎年どれぐらいの、すいません、いわゆる医療費としまして、扶助費というものが、大体年間6000万円ずつぐらいはかかってくるんじゃないかなと思っているところでございます。また医療費の他にも、ちょっと他にもかかる経費ございまして、そちらも300万円程度はかかってくるんじゃないかなと思っておりまして、拡大分ですね、現状よりの拡大分で、6300万円ぐらいは毎年かかってくるかなというふうに見込んでいるところでございます。ありがとうございます。関連して、かねてから彦根市さんの財政厳しいというお話がある中で、この年6300万円ぐらい、するためにどういうやりくりを持ち歩くの、基金を全部活用して、全額を基金に活用するのか、どこかを減らして、その代わりにこっちに持ってくるというふうにことにするのか、どういった形になるんでしょうか。もう総力戦ですね。基金なんてもうほぼないので、我々は。私が就任した頃からも、基金を当てにするということは一切なくてですね、もう全ての無駄を省き、かつ医療を確保するというところです。昨年自主財源でも過去最高額達成しておりますし、特別交付税も
過去最高額をいただいております。それでもまだまだ地裁の召喚等々でやりくりは厳しいんですが、当然この入りも確保しながら無駄を引き続き省いていくというところです。ここは省いたからこれだっていう財源当てれるっていうもうレベルにないので、ものすごく細かいところから節約もしておりますし、かつ財源の確保というかその税収増に向けた動きも常々ふるさと納税ともともしているところです。先ほど新聞の今までです。タイミングの話なんですけど、まあ、従来からこの拡充検討されたということですけど、まあ、さっきも質問ありましたけど、まあ、県が高校生世代まで拡充すると、まあ、こういうタイミングにも合わせた形と、こういうことを解釈でよろしいですね。いえ、全く偶然なんですね。いやもう正直言うと、ついその前まで、その情報に指定したのは京都新聞さん、違ったかな。我々はむしろ中小中のどこかをやっていただける、あるいは半額補助いただけるんではないかというような期待はいただいてたりしてたところですので、そうすると我々がやる分のが負担が減るなとは思ってたんですが、なんか高校だけやってやられるということはつい最近接した情報なので、まあこれそれに合わせてまた我々と立党したまたまそこを抜けているので、どうしてもそういうふうに思われると思うんですが、そんな簡単に進むことではなくてですね、もっと時間をかけて医師会等々の合意を得ながら進めてきたことです。そういうことですか。いや本当に本なんですよ、これは。どなたに聞いてもらっても結構です。嘘を一切言ってないです。もう早い段階から春から言っていましたね。もう、検討させて6月でそうです。ただ6月の定例議会でそういうような関連の質問もあったんですが、まあ、そもそも医師会の合意とかなしにそういうことを勝手に進めれないので、やはり公民受診等々の問題がありますので、十分で、まあ、去年小学校6年生まで引き上げさせてもらった時も、うん、そういう徹底した中でやったので、いきなり中学ということはできなかったんですが、やはり多し、まあ、でも多し町がですね、本市に比べてどんどん進んでいくっていうところは、正直我々の検討、春先から検討しなければいけないというところでの判断材料にはなっています。我々と立党だけが残る形になったなるだろうというのは春に分かったのかな、ですね、はい、ところなので、その段階で検討を始めていたということです。ありがとうございます。これ条例案の改正なので、これ非議会の初日ですか、それとも最終日、冒頭ではないと思う。最終ですね。まだ予定が上がってて、予定はしてないですから、ね、はい、そうですね、はい、最終です。はい。9月 の最終の議決日で、はい、最終判で。変化日。はい。変化日じゃない。今回決算がありますんで、はい。9月の、終わりに一度当初上呈したやつを採決していただきますんで、その時に合わせてご一緒にこれも上がってくるということです。わかりました。また引き分けてください。はい。ごめんなさい。一番下の表の読み方ですけど。いいですか、はい、でこの、一番、赤枠で囲った左下の、西というのが今言われた立東市と、あれですね、彦根市のことを言われておりました。はい、分かりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは本件につきましては以上とさせていただきたいと思います。続きまして発表事項の2件目となります。町の思いが交差するリノベーション夢京橋あかり館が宿泊施設に生まれ変わる町のイメージ図を公表しますについてでございます。それでは市長から概要の説明をお願いします。はい、7月11日付のプレスリリースもさせていただいている案件ではございますが、現在参加者を募集しております夢京橋あかり館の宿泊施設化にかかるイメージ図を作成しましたのでお知らせします。その前にすでにお知らせさせていただいている内容と重複いたしますが、サウンディング型市場調査の概要を改めてご説明申し上げます。現在指定管理者制度による運営を行っている夢京橋あかり館を彦根の観光拠点の新たな機能として宿泊施設化を検討するにあたり、民間事業者から広く提案いただき意見交換を行うものでございます。平成9年夢京橋あかり館は世界遺産登録を目指す彦根城のまさしくお膝元に位置し、彦根城へ来場する観光客がキャッスルロードをはじめとする中心市街地へ回遊する流れを作るきっかけの観光拠点として
市が設置した施設でございますが、以来彦根城を訪れた観光客をキャッスルロードの南へ四万町捨山で誘導する重要な役割を果たしてきました。しかし、築後四半世紀経まして、コロナ禍も経験する中で観光ニーズも多様化しております。そんな今、新たな観光拠点である宿泊施設として生まれ変わるべく、民間事業者からそのアイデアを募集したいと考えております。夢京橋あがり館の宿泊施設化にかかる提案募集のポイントといたしましては、彦根市が保有したまま建物の用途を変更して、土地建物は無償貸し付けとさせていただきます。そして、リノベーション工事に伴うコストは受託者の負担となります。宿泊施設のオープンは令和7年度を目指しております。展示物販施設から宿泊施設へ変更するものの、設置当初のコンセプトの一部である観光拠点としての役割は継続してもらいます。そういったことが今回の提案募集のポイントでございます。本市では、昼夜を通してにぎわいのある街、例えば温泉街で観光客がそぞろ歩きするようなウォーカブルな街並み、この一端を担う施設として夢京橋あかり館の宿泊施設化を検討するため、さまざまな視点からの提案を広く募集しておりますが、実施要項など文章では伝えにくいこともあるため、今回イメージ図をお示したいと、しまして、本市職員から募集させていただきました。職員の皆さんがいろんなイメージ図を書いてくださいました。その結果集まったものが映ってます。はい、こちらになります。デジタルの活用が得意な職員からは、今流行るのは AI ですね。 AI に書かせることができるんですが、これを活用したイメージ図が、絵が得意な職員から手書きのイメージ図が多数寄せられたところです。今回これらを公表して、本市が目標とする活気にあふれる観光地としてのイメージとともに、多くの事業者様からのご提案をいただきたいと考えております。正直なところ、夢京橋キャッスルロード四番町スクエア、昼食の需要以外、夕方観光通りに泣いてます。宿泊型滞在型を目指すために、市が持っている施設から宿泊化して流れを変えていきたいというふうに考えておりますし、将来的には民活でなんとか温泉を掘ってやろうというふうに思ってますので、温泉宿泊が世界遺産 のお膝元で、できれば、誘客につながるのではないかと期待しております。我々夢京橋キャッスルロードというのは、ものすごく四万町スクエアもそうですけども、お金を費やしてですね、見た目を作りましたので、逆に言えばそれだけのポテンシャルがある、有効に活用できてない、これをどうやって活用してしっかりと回収するかということが大事だと思ってますので、将来は温泉宿泊街を目指して、頑張りたいと思う。その一歩として、まず宿泊施設を夢あかり館を、サウンディング調査しているというところでございます。以上です。はい、ありがとうございました。それではただいまの件につきまして、ご質問を受けさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、中日新聞さん。なんでございません、中日新聞は大変です。はい、今回、夢京橋あかり館を宿泊施設化にするのに伴うこのイメージ図ということですけれども、その何て言うんですかね、こうあそこを宿泊施設にするだけでこんなに変わるとはちょっと思えないですが、その一歩ですね。夜も人が行き交うためには、その周辺の事業者さんとかともいろいろこうアイデアとか構想とか共有していかないといかないかなと思うんですけど、今そのあたりはどういうことになっていらっしゃるでしょうか。はい、宿泊施設では基本的に飲食を提供しない方向の宿泊施設に特化したのを考えてて、夕飯等は周辺の飲食店を利用していただくような方向で考えています。もちろん周辺 そのお店をやっている方々との今お話を聞いておりますし、もっと広く意見も募集することになろうかと思いますが、あくまで宿泊施設、そして周辺の飲食店をしていただける。でターゲットとしてはやはりインバウンドですね。インバウンド向けに、日本の風景を楽しんでもらう、夜を楽しんでもらうというのを一つのテーマにして、外国人観光客の方に浴衣を着ていただいて、イメージ図にもありますように、ちょっと江戸時代風の提灯、LED になると思いますけど、持っていただいてそぞろ歩きしていただけるような街にしたいですし、ゆくゆく足湯とかそういうのもしたいなとは思っています。ありがとうございます。
そうなると、まあ、かなり大きなプロジェクトになろうかなと思うんですけれども、まあ、今後、まあ、の商店が、まあ、4番町さん含めるかどうか分かりませんが、あの辺りの事業者さんの組合さんとか、まあ、そういった、まあ、競技の場っていうのをまたもう あるんですが、そこをどうにかしていこう、キャスフローをどうにかしていこうっていうため その話し合いの場、はい、っていうのもあるんですか。具体的にこの方向でっていうのは、今の例えばその観光客入り口、観光客数で、投資は呼び込めません。なのでまずそのきっかけにこれを宿泊施設に変えて、もちろんここだけでは足りない、そういった今、まあ、空いている店舗あるいは業態を展開されて宿泊施設になる、あの街並みとしてはもう十分出来上がってますので、転換をいただける方向で少しずつ観光客を呼ぶ中で、まあ、少なくともこの方向性ビジョン、このイメージ図通りのビジョンと方向性を見せておかないと何をしようとしているのかわからないと思うので、時間も非常にかかりますが、あくまでまあ民間の活用の中で、そういった取り組みをお願いしたいということをしたいと思ってます。で、我々としてはまずそのきっかけとしてスタートアップとしてこの、夢明かり会、まあ、一定今物販しておりますが、役割は十分果たしてきていただいた、その中でさらなる観光拠点として宿泊施設というのを今後、まあ、ここに限らず民間でどんどん広げていただきたいなという思いはございますので、今回そのビジョン的なものを打ち出させていただいたというところです。ありがとうございます。ということは今後市としてまあ、いろんな、まあもっとこういうふうに活用していきませんかとか、まあ、ここっていうような形で、今まで以上にこう、何でしょうか、通り、キャスルロードの、まあ活性化に向けて取り組んでいくという姿勢がさらに強まって、間違いないです。そうしないと私4番町スクエアの社長もしてるんですけど、あそこまで人が呼べませんので、あそこまでの動線を確保して、かつとにかく夜のにぎわいがないとビジネスとして、なかなか展開できないので、そうなるとやはり宿泊施設っていうのは非常に重要になってくると思いますので、その流れが広がるように、この方向性をお願いしていきたいなというふうに考えています。改めての確認になるんですが、そういった方向性を共有するために今後事業者さんと密にご連絡を取り合っていくということになるんですか。そうですね、いろんな場でお話をさせていただき出してますし、もちろん4番町は私社長ですので、いろんな組合の方とかともお話の機会もありますし、当然協議をしていく。ただ、まあ、今すぐこの観光客の少しずつも流れを変えていかない中で設備投資でお願いというのはなかなか難しい。じゃあ誰がどう責任取るんだということなので、あくまで民間の お願いベースにはなりますので、我々としてはまず今回スタートアップでしていくこと、そして、まあまあ例えばそのビジョンとしてはやはり夕方、ものすごく増えてきた夕方歩行者天国にできないかとか、そういうこともやはり検討していく、夜店が出るようなことも検討の材料にはビジョンの中には入っています。はい、あくまで立場の名前線がしっかりとできた後の話なんですけど、はい、ありがとうございます。はい、読売新聞さん。あむいですね、この現地見学会の参加申し込み、今現在どれぐらい、何件ぐらい来てるんですか。すいません、申し込みにつきましては、1件、1社ですね、でございます。まだ、まあ、31日まで、7月31日までの募集なんですけれども、他には問い合わせが2件ほどございます。正式に申し込みは1社ということです。以上です。どうもあそこですか。いえ、まあまあお話をさせていただいている中で前向きな方もいらっしゃいますので、当然何社かあって競争があるに越したことはないんですけども、なんとかで万が一そこがダメだったらまた今度私の営業になるかなというふうに思います。もしダメだった場合も予定が変わる。まあ今のところなんとかなるとは思ってますが、必要であれば私は何ぼでも営業に行きます。はい、ありがとうございました。他に、あ、はい、横尾総務員な、横尾総務です。ごめんなさい、あの地域でおっしゃったように温泉っていうのは出るもんなんですか。出ます。掘ってみないとわからない部分はあるんですけど、では調査が出るっていうのは分かってて、ただ冷泉なので温め直す必要があるので、
なんかコンポストでできた燃料でも使ってボイラー使えないかなとは思ってますけど、この地域は出やすいです。実際、まあ、ホテルビアフロントさんも温泉掘られましたし、距離制限も一応かかってないので、他にもおられた事例がありますので、出るのはなんか琵琶湖は出やすいです。泉質として温度がちょっと足りないけど、温め直す必要はあると思います。はい、ありがとうございます。まあ、それも私が掘ると言ってるんじゃなくて、あくまで民間で何とかお願いして回るところです。はい、はい、ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。はい、ありがとうございました。